こんばんんばはましです <laughs> なんか普通の体調不良は治ってきたけどまあ女の子的などうしても避けられない体調不良が体調不良というかまあメカニズムが来て今日はあって <laughs> 横になってずっと寝てましたまあでもまあ今日にはその波は収まるのでえっとまあ明日がちょっと大事な生活の予定があるので。 まあ明日じゃななくてよかったなと思い <laughs> いつも地雷服とかもうすっごい派手な赤のワンピースとか着て <laughs> 遊びに行ってるけど明日は私らしくないなんかすごいなんだろうグレーのロングワンピースにこのメガネで薄化粧でちょっと用事があるので行ってきます。<laughs> ちょっと咳の後遺症もすごいかな <laughs> でも喋れるようになったし全然大丈夫ですあとその冬のパジャマを家あさってたらポチャッコの全身もこもこができたんでこれで冬をしのげそうですいい。イ,イ <laughs> まあでも明日が終わったらいろいろ人生落ち着くと思うので頑張りますうーんあ最近ね 迷惑系ユーチューバーが目の前で暴行か器物損壊して逮捕されるとか見たよ。怖いね。逮捕されるのが怖くない人は強いね。<laughs> 恐ろしいや。<laughs> まだ、私の近況は Twitter、今でいう X とか、インスタのストーリーとかに上げてるのでよかったら見てください。またね、毎日の Vlog でした。